稲町内循環バス、稲丸の車両共同バスが運行受託共同による CNG 改造車桶川市内循環バス、紅花号の車両共同バスが運行受託共同による CNG 改造車株式会社共同バスは埼玉県行田市に本社を置くバス事業者、貸切バス、送迎バススクールバスなどを運行している。また埼玉県内で コミュニティバスの運行受託も行う。関連会社の株式会社共同では、天然ガス自動車の改造も行っている。もともと特定旅客自動車運送事業者として、スクールバス、社員送迎バス、福祉バスの運行、天然ガス自動車用ガス充填所の営業を行っていたが、2016年3月に同じグループ内で観光バスの運行や、コミュニティバス受託などを行っていた。 共同観光バスを統合した。観光バスは、貸し切りバス事業者安全性評価認定制度の3、つ星を獲得していたが、認定期間内に重症者を生じた事故が発生したため、2019年11月29日付で取り消し処分を受けた。各路線については、共同バスコミュニティバス、循環バス運行路線一覧も参照。共同バスでは、稲町内循環バス、 稲丸を除き、全コミュニティバスで、クラディオン製の音声合成装置を採用している。なお、上里町コミュニティバス、小麦地ち号、熊谷市内循環バス、悠々バスの一部、また、撤退した深谷市、コミュニティバスでは、クラディオン製の砲やソフトウェアの機械音声が、使われている。試験的に導入しているものと思われる。他多数港区コミュニティバス。 ティバスの車両共同による CNG 改造車は共同バス以外の事業者でも広く導入された関連会社の自動車整備販売会社である株式会社共同では CNG 車への改造を行っており神奈川県厚木市のフラットフィールドと並びコミュニティバス用の小型バス車両を中心に多数の CNG 車改造を手掛けていることでも知られるそのため共同バスが 運行を受託するコミュニティバスでも株式会社共同による CNG 改造車が多く使用されている。主な改造車種は日野、DS、三菱不装、エアロミディ ME、エアロミディ MJ、トヨタハイエース、イスズジャーニーなど。日野、ポンチョの CNG 改造も行っており、共同バスが運行を受託するクキ市内循環バス、アゲオ市内循環バス、 ぐるっと組んでもポンチョ CNG 社が導入されている。以下企業と共に共同グループを構成している。ありがとうございます。